はい、どうもこんにちは。コロナウイルスのおかげでどこも行けないでしょう。キャンプ場は全部閉まってるし、あとずっとだから家にこもってバイクいじってバイクの出し入ればっかりしてましたね。動画でも上がってますけど。さあ、そしたら今日はテラスで段取りしましたんで、バーベキュー外で食べたいと思います。それでは用意の方をしていきたいと思います。はい、それでは今日はね、なんかいろいろ買ってきた。せせり。いえ、せせり、せせり。ちょっとせせりに、面白かったんで、ちょっと買ってきました。それと、こんな。おいしそうくない？ハラミなんですけどね。ハラミのステーキ。でかいっしょ。それとホルモン食べようかなと思って焼いてね。でこの3つ焼いて、あとはご飯いちご持ってきたんで、これで食べて焼いて食べたいと思います。さあ楽しみやね。お腹減った。キャンプ行かれへんもしょうがないよね。よし、ではやってきます。火つける段取りしていきたいと思います。よいしょ。こんだけあれば火とけば大丈夫でしょう。もうちょっと入れとくか。はい、よっと。よし、あとは、これだけあれば十分でしょう。お、消えるな。よいしょ。
快で完璧。うお、風強いな今日は。よいしょ。いいね、ユニフレームの揃いよう。めちゃめちゃいいよこれ。あとは墨入れて膨らませてやれば OK ですからね。あ、いいよいいよこれ、なかなか可愛らしくて、ほら、よいしょ、ちっちゃいもん、すごく。よちょっと、よいしょっと、めっちゃちっちゃいからな、ほらこれだけしかないもん。うん、もういいよ、めちゃめちゃ使いやすいよこれ。あ、いい、いい感じ、いい感じ。おお、なかなかいいやん。楽しい楽しい。キャンプ行けないからな、ワンズは。衣装なかなかこじんまりしてこのスペース。ゆっくり一人でご飯食べんでた、これで十分。大きさ的にメスティンぴったりなのねこれ。すげえ。面白いこれ。もうサイズ的になんか可愛いよね、ユニフレーム。ソロいいよこれ、なかなか。よし、あとはもうご飯できるまで。うおお、ちょっと熱くなりすぎやそれ。ちょっと火、うん、よし、あとはもうちょっと放置かな。それではね、今日はね、ちょっと張り込んできたよ。これトムラのタレ、これ高いもんね。それといつものクロセスパイス、うん、両方で楽しみながら食べたいと思います。よし、さあそしたら焼いていきます。燃えまくるやろ。あれはうまそうやぞ。うわ、すげえ。あぶら超あいくやろな、これ。それではトムラのタレでいただきたいと思います。これうまいぞ。おいしくないわけないや。よいしょ。ここは忘れ物ないからいいよね。絶対忘れ物せえへん。いただきたいと思います。うまそう、なんだこれ。抜群、めちゃめちゃうまい。うん、最高でんなこれ。ご飯できてんのかな、全然見てないけど。え、それなんかオープンな、お、綺麗に炊けてるやん、ほら。今日はメスティン自動だけじゃないからね。お、ハラミが焼きなこと食べたいと思います。ハラミ毎日食べる。おお、美味しそう。
絡み3つだけワンズにご褒美ですね。これ後で開けたいと思います。よし、そしたら、セセリなんか無性にセセリが食べたくなってよし、焼いて食べよう。ご飯がなくなった。じゃあタレで食べるとこう味が濃いからどうしてもご飯がなくなるよね。なのでこれは黒瀬スパイスで食べたいと思います。それでは初使い、シェラカップは基本ですの、シェラカップ、イエーイ、これが使いたかったんよ一緒。やっと手に入ったよ、もうめちゃめちゃ嬉しい。さあ、そしたらここにクレス、黒瀬スパイスを、食べていきましょうかね。綺麗に焼けたわ、ほら、こんな感じ、おいしいぞ。いただきます。うまっ、めちゃめちゃうまい、脂乗ってる。これをあげたいと思います。はい、おいで、座って、お座りして、お座り、お座り、ここおいで、こんなんないの、ここおいで、はい、お座りして、よいしょ、待てよ、待てよ、ここ、ここ、はい、ここ、はい、はい、だし、はい、ウィッシュー、はい、早、一瞬でなくなるな。次ハラミ、ここはい、ラッシー、はい、誰がお前、ちょっとラッシー、はい、はい、ビシュ、おしまい。よかった、美味しかったでしょ。おしまい、ごちそうさまでした。美味しかったでしょ。もうないよ。はい、それで落ち着いたので、いや、お腹いっぱいだったので、ちょっと紅茶の方飲んでいきたいと思います。燃えたかな。はい、それで飲みます。あー、おいしい。あー、うまいね。いや、コロナウイルスっていつ落ち着くんですかね。とりあえず緊急事態宣言がゴールデンウィーク明けまでは出てるので、その間はどこも行けないから当分こんな形のキャンプになるんじゃないかな。キャンプじゃないよねここにな、ちっちゃいテントやったら張ってここで寝たいんやけどな、一回やりたいわ。それも面白いよね。いろいろ考えるんですけどね、なんせ場所がないからどないしょうもないですね。あとバイクは何台や、あと4台かな。あと紹介できるバイクはうちには7台あるから、あと4台バイクを紹介して、その間にガレージキャンプやり、テラスキャンプやり、そんな感じで、動画出していきたいと思います。
ほい、どうも。当分こんな感じになると思いますけどね、どこも行けないからね。またどっかで何かやりたいと思います。では、はい、それではね、終わりたいと思います。お疲れ様でした。座って、もうえらいことなってんじゃん。目見えへん。ありがとうございます。今日誕生日やからね、ちょっと美味しいご飯でもと思って、いや、ご飯はもうさっき食べたんですけどね。こんだけあるんよ。これどうなるやろうな。すごい勢いでなくなりそうな気がするけど、よいしょ。胸肉3つってすごいよね。重いもんだって。もうこれお皿、もうこれがお皿。もうこれがお皿ね。一応まな板とか持ってきたけど、もういいよ。もう待ちきれんくて、上でなんかすごいことになってるけど今。よっしゃ、これだけあれば十分かな。よし、で、先ご飯食べたやで。ご飯ほら、こんだけやで、こんだけ。ほら、すごいっしょこれ。重いもん、一個がこんなんやで。こんなもん、もうなんか、あの、掃除機のようになくなっていくよ。よっしゃ、できた。美味しそうやんか。よし。うわ、私の手がベタベタやわ。よいしょ。さあ、そしたら、ちょっと、ビシュ、こっちおいで。こっち、そっち行って。ビシュ、あっち行って。伏せ。伏せ。ちょっと待てよ。えらいことなんねえから。よいしょ。待てよ。ええか。ちょっと待って。レイはもう勘弁してやるからな。これで見えてる？ああ、逆さまになるのか。よし。待てよ。はい、ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデーディアピースナー。まだ。ハッピーバースデートゥーユー。よし、待てよ。まだ。待って。いくよ、せーの、ドン。な、すごいやろ。すごい勢いでなくなるやろ。よかったね。さっきご飯食べたやろ。よいしょ。喋ってんのを、これで、これを YouTube に流したら面白いんじゃない。そんなことない。何？なんもないっしょ、なんもないっしょ。はい、こんばんは、お疲れ様です。
皆さんありがとうございます。今日はビスナー君の誕生日でした。ありがとう、ありがとうございます。おいおい、はい、はい、ありがとうございます。何、あっち行くと、あっち、生首を、生首を。何してんねんお前それ。